1930年前後ルシアン・ペレールはフランスのエスペランティスト。自転車による世界旅行で知られる。旅行の様子はトララモンド・パービ・サクロ・カジ・エスペラントにまとめられた。ルシアン・ペレールはフランスの貧しい家庭に生まれた。生涯を通して貧しく、学校にも十分に通うことができず、11歳から働き始めなければならなかった。 第一次世界大戦の最中にも毎日働いた。彼は即記を学んだ。自転車の修理工の助けがあって、彼の最初の自転車を組み立てられ、大工の助けによって計算とデザインを学ぶことができた。彼は仕事のためにフランスの主要都市を巡った。彼は戦争を避けるためには人々が寛容さを実践する必要があると考え始める。 そして文通によってエスペラントを学び、1927年には初めてサット大会に参加した。その後セネスロ氏に次のような広告を見つけた。若いドイツ人が東アジアまでの自転車による世界旅行をするために他のエスペランティストを探しています。ハット AB 日本エスペラント運動任命辞典 P442 羊処房2013 ありがとうございます。